うんで、マップの上は、ちょっと待って、回復入れた方がいいか。まあ、せっかくレベルも上がってるんだし、回復入れて、おじさんは回復入れなくてもいいか。さあ、上。これ、リュウサの罠あるって言ってたからさ、どっかで下に落ちるんじゃないかな。下に落ちて、罠にはまって下に落ちたら、下の階段のところに出るみたいなさ、そういうタイプのダンジョンと予想。まあ、当たり前のように魔法とかを使わないと一回一回の戦闘がきっちくなってるよね。でクラは、あいつに効かないからしゃあない。あー焼かれた。まあでも他のキャラがな、ザルドン以外のキャラがザルドンと同じぐらいの HP やったらバランス崩壊しちゃうよね。一旦回復入れて、いや、リュウサの罠ってどのタイミングであんのか分かんねえからさ、ちょっと怖いよね。いやーこれ下に落ちるみたいなのを想定してもう思いっきり上に進んでんだけど、実は最初に下に行くべきだったっていう可能性もないか。いやーでもまあとりあえず上に進むか。あの、囚われた娘たち、それっぽいヒント言ってたっけ？まずは上に向かいましょうとか、今は下に向かってはいけませんみたいな、そういう感じのヒント言ってたんだったら、まあ、救いようがあるんだけど、ノーヒントでやんのはきちいよね。ああ、だから、そういうこと？はいはいはい。で、リュウサがあるから気をつけろって、そういうことね。まあせっかく落ちたんだからこのまま下を探索したいんだけど、まあ要はここのボスを倒さない限りはいけませんよっていうことなんだろうな。いや MP きちいな。まあそろそろバブもレベル上がるはずなんだ。ザルトンレベル上がってキララレベル上がったってことは、あと 1,2 回の戦闘でバブもレベル上がって、まあ、再び魔法使えるようになるよねっていうお話な。まあ、総攻撃で。そういえば作戦なんかやるみたいなこと言ってたけど何もやってないよね。いやー回復うぜえな。ちょっとザルトン2回攻撃してくんねえか。まあそううまくやってくれないよな。2回攻撃の確率って20分の1ぐらいか。ザルドンレベルアップ。あれ、ザルドンとキララのレベルアップのタイミング逆転した？この扉を押しても引いてもびくともしない。鍵以外の方法で開くようだ。まあ、要は、ボスを倒さなきゃ、どうにもなんなくて、まあ、1階の檻と、この2階の檻が開いて、まあ、地下1階の檻が開くことによって、あー、しまった、これあれか。グラ、一応ギリギリ使える。ちょっとこれおじさんになんかおじさん回復させとくか。おじさんに集中砲火来たら大変なことになるから一度回復して、で戦闘前にやっといた方が良かったよね。うわー来てるじゃん来てるじゃん、危ねえ。まあ言うて次のターンもあれだぞこれ。大丈夫かな。道具でさ、神頼みをちょっと使って回復させて、これでどうよ。どっちか片方くたばる。いや、ツインブレイズ効かねえな。ツインブレイズ以外の攻撃がどれぐらい入るかっていうのをちゃんと見ておかないと。いや今の、ああ、これ、あぶねえ。神頼みの タイミング悪かったら今、くたばったかもしんない。普通の攻撃でおじさんどんぐらい入る ?15。あーこれ全然あれだわ。耐性あるな、こいつ。あらゆる耐性の あるキャラクターだわ。だって水技も本当だったら20ぐらいのダメージ入るはずなのに、全然食らってなかったよね、今。半分ぐらいしか食らわんかったから、まあ、中途半端に耐性がある。まあ、ドラクエ5のスライムナイト的な感じの耐性をお持ちのようだね。
投げナイフを落とした。投げナイフって普通に攻撃用のアイテム的な、投げ専用アイテム。え、これはあれなのか、あの FF のさ、誰だっけ、シャドウだっけ、 FF6 のシャドウもなんか特技のコマンドみたいので投げるみたいななかったか。まあ、銭投げとかさ、いろんな方法で敵にダメージ与えられるキャラだった記憶があるんだけど、まあいいか、大丈夫か。いやーちょっと誤算だったな、レベルがさ上がってないんだよ。ちょっと水攻めして、で今回グラ使ってないからさ、右のやつ多分死なないと思う。30ぐらいのダメージ与えてきたらどうしよう。もう硬いよな。まあこんなもんか。いやーでもきちいわ。ちょっと回復入れるか。あ、キララ足速いのいいよね。てか足太くねえか。呪文唱えてるときさ、仁王立ちみたいなポーズしてるけど、てか今の17ダメージって痛すぎるだろう。呪文唱えてる時の二号立ちのポーズめちゃくちゃ足太いわ。レスリングとかなんか吉田沙保里みたいなさ、そんな感じの足の太さだったぜ。顔は割と見れる顔してるけどよ。回復しすぎじゃない、あなた。ザルドンのな、与えるダメージ量がホスピを上回ってればだいぶ楽なんだけど。オッケーバブ、ようやくレベルアップ。で、ちょっとおじさんホスピ使うか。いやーきちいわ。やっぱザラドンぐらいの HP 欲しいな。せめて60ぐらい欲しい。ザラドンまでいかなかったとしても、じゃないとやっぱきちいもんがあるぜ。こういう出方やめてほしいよね。いやザラドンがさ、もうちょっといいの覚えてくれればいいんだけど。破壊の鉄球みたいなさ、物を装備して全体攻撃できればすげえ楽だぞ。まあ、ないものねだりなんだけどよ。いややっぱグラ使えるのでけえわ。さすがにこのターンで倒せるだろう。オッケー。いやーレベル上げどっかでした方がいいか。まあまあきついよな。さっきの応援の村とモグラの村でさ、ないのきついよね。せめてあの村に武器防具強化できるのがあったんだったらどうにかなったのかもしんないけど。でこうこうか。岩石ハンマー、きた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 。これはザルドンの装備じゃないの。きたー。今装備してるよね。オッケーオッケーオッケー。で反対側も多分同じような構造になってんじゃないか。はいはい。あ、同じような構造だけどこっち側からしか来れないと。でもどうせさ、あー正面から取れないのね。正面から取れないんだったら裏から取る。外観がもしかしたら奥の方にもなんかあんのかもしんない。あんまりあれかな、使いすぎない方がいいか。ちょ、氷のささやきで混乱さえしてくれればどうにかなるから、混乱してミス。あんまり成功率高くないよな。てかこいつ耐性があるから効かないよね。あー、まあいっか、グラ使うか。まあ余裕がある時だけだよな、本当に余裕がある時だけ。おーいいね、やっぱグラ強えわ。余裕のある時じゃないと
ん、ブーメランで攻撃するのきついわ。やっちゃった。なんかそんな気はしてた。あ、でもここに降りて、降りるつか落ちてくれるのは良心的だよね。だから、こう回って、こう。チェーンビュート。無知かな？キララの装備。はいはい、上がるね。ここで手に入るからこそ、ああ、そうと出れるかな。出れるね。まあ、ここで手に入るからこそ武器屋がなかったのかもしれん。で、多分こっちの裏を回っていくとかじゃないかな。まあ、やや画面見にくいけど、まあ、左側の方も同じのあったはと思うんだけど、で、こういう時な、こういう余裕のある時は、全員で物理攻撃を。ミスりやがった。よしよし、オッケーオッケー。とりあえずあの脳筋のやつさえ、おーしよし、いいぞいいぞ。脳筋のやつさえ倒してしまう。おお、めっちゃ調子いい。まあ、結果的にバブが一回ダメージ食らった程度で済んだよね。いや、今の勝利はでかい。あー、お宝。バイタリンオールを見つけた。俺さっきバイタリンオールみたいなこと言ってなかった？バイタリン A はオールの A じゃないのか。あ、体力全開。ロイヤルキノコ的な感じか、マリオ RPG で言うと。まあ、マリオ RPG も、もうじきあれだよね、販売されるよね。ちょっとおじさん。いや、頼む、そろそろおじさんのレベル上がってほしい。これ次のさ、強さでわかんのかな？次のレベルまであといくつだよみたいな。1787。で、この画面も LR で切り替えてきて。あー、お前15なの？なんだよ。キララのやつ使えばよかったな。失敗したわ。ちょっと待って、あいつ。バブとか旅人の靴すら装備してねえのか。だってでもあれ、あれ、装備してないよな。これ誰かが装備してるよっていう意味なのかな、この画面で出てんの。はあ、まあそういうことか。まあ脚力は、いや、言うて素早さあった方がいいか。で、ここは通れないんだね。だから多分反対側の方から裏回って通るとかじゃないかな。また楽しそうな顔しやがったな、こいつら。まあ、ここでこいつレベル上がるから、まあ、ここぞとばかりに魔法使った方がいいよね。で、おじさんしばらくはレベル上がんないから、もう委ねるしかないよね。とりあえずキララに回復を委ねて、今の全体ちょっと回復しておいた方がいいかな。まあこんなんで。バブがな、炎に対して耐性ないよね。で、この辺さ、落とし穴ないか。落とし穴落ちてくれた方が、一回でも落ちたらもう発動しないとかなん？そういう仕様なん？だったらもうそのまま正面から行っていいみたいな、そういうこと？いやー、レベル上げすっか、どうしよう。いや、急にちょっとレベル上げしたい気になってきたな。せめてこの音柱渦井天元をワンパンまでは言い過ぎかもしれないけど、ワンタン切る、この組み合わせで出てきた敵をワンタンキルできるぐらいまでのレベルないと、もしかしたらボス戦がきついのかもしんない。初戦闘。ああ、あるじゃん。ってことはだよ、これが動作するってことは、多分左側も同じようになるんじゃないの。まあ、なんとなくでもここのマップの構造は分かったから、どうしよう。ん？これ誰？あ、こいつか。
誰が行動するかちょっと分かりにくいよね。まあ、微妙にポーズ決めてるんだろうけどさ、せめてなんか光るとかさ、まあ、ターゲット表示的なカーソルが出てくれるとかだったらいいんだけど、あ、嫌なやつ回復したな。まあ、ホスピ1回分を完全になくしたよね今ので。 OK、 いいぞ。一回表出てもう一回セーブした方がいいか。まあ、途中まで見てるから、まあ取ったアイテムとか回収またすんのめんどくさいから、ちょっと一回出て、もう出れたと思ったら戦闘になったのか。紛らわしい。うーん、で、いや大丈夫かな、なんか死にそう。こいつら3体出てきた時の絶望感ってまああるよな。これおじさんかキララに集中砲火来たら死ぬからな、この状況下で。うわ、いって今の突っ込んだろ、19ダメージってよ。うーん、まあどうにかなるか。ちょっと2回連続で魔法使うのはもったいない気がするから、って言ってたら死ぬ可能性あるんだよな。結果的にホスピを使う回数が増えちゃうから、もう逆に魔法使って、おいいね、ラッキーラッキーだけど倒せないっていう、まあ恐るべきタフさ。誰？ザルドン？ザルドンが今グラとアースパンチ覚えたの？でもアースパンチ覚えそうなキャラって他にいないよな。ザルドンも魔法使えるんだ。はあ。でちょっとセーブして OK。 いやー怖いな。このまま突っ込んでさ、まあ行くか、ボス戦まで。ダンジョン自体はもう半分は攻略してるはずだから、ちょっと待って、一回回復入れよう。ザルドンの回復覚えてくれたらいいなと思ったけど、こいつの MP 全然ねえじゃん、よく見たら。ちょっと全員回復させて OK。 まあザルドンはレベル上がったばっかりだから、まあ全開の状態よな。これおじさんそろそろレベル上がるんじゃないか。もう戦闘5回ぐらいしてるから、さすがに上がってくれるはず。でこいつもグラ覚えたんだけど、消費 MP13 って1回しか使えねえじゃん。アースパンチ、あ、アースパンチ全体なんだ。いや、いいねいいねいいね。これ一気にザルドンが輝き出したんじゃないか。与えるダメージグラと同じぐらいのダメージ全体に与えてくれるんだったら、割とマジで重宝する。20ぐらいのダメージ、おお、あー8か、まあこんなもんか。これ普通にぶん殴りした方が強くねえか。20以上のダメージ、今の16か、16以上のダメージ入るんだったらさ、普通にぶん殴りした方がいいと思う。全体攻撃ってやっぱちょっと弱いんだよな、このゲームな。ちょっとホスピでパブ回復させて、ちょっとおじさんさすがにそろそろレベル上がるよな。768、あー、まだそんなもんか。さっき見た時1800とかだったっけ。もう自分であんまり覚えてないから、まあきついわな、俺の想定外の MP の低さ。まあ、ツインブレーズでいいか。もうちょい強い特技もどっかのタイミングで覚えてくれるんだろうけど、まあまだ先なんだろうな。なんか生かしたブーツ入ってんだこいつな。ちょっと生きった大学生がさ、なんかファッションに目覚めた大学生とかがなんか履き始めたような感じのブーツ履いてるよね。なんとかアーミーだっけあいつの名前。で雰囲気的にこっちが道だと思う、正しい道だと思う。魔法何も使えないから
いや、普通にぶん殴りでいいや。あ、ドグラアーミーだ、ね。いやー、グラあんまり使いたくねえんだよな。使いたくないけど敵が強すぎる。神頼みをさ、24個ぐらい買っておいてもよかったかもしれん。普通にまあまあきちいわ。これボスの前に全員レベル上がってくれればいいんだけど、そうじゃないとボス戦きちいよね。パワーブーメラン、これでバブしばらく何も普通の攻撃でいいんだったら助かるんだけど、もう MP は極力使わない方向でいきたいところ。まだ大丈夫かな。これ次のレベルアップするの誰が一番近い？キララ結構レベル上がるの早いね。キララまたあと3回ぐらい戦えばレベル上がるんだったら、ちょっとこいつ回復させといた方がいいか。まあおじさんは大丈夫だと思うんだけど、あの渦井天元が3匹連続で出てこない限りは大丈夫。あ、オッケーオッケー。まだ気づいてない。まだ気づいてないんだったらここ外ばかりに攻める。一番やばいのこいつだからな。この左のやつをどうにかしてしまえばどうにでもなるような気はする。よしよし、 OK。 今あれだな、ワンチャンザルゾンは普通にぶん殴りしてもよかったかもしれない。いや足遅いな、やっぱり。いやでも30のダメージ与えるんだったらあれだな。敵やっぱあれだよね、3匹しか出てこないよね。だったらアースパンチ弱えな。これさ、こういうこといける？普通に取れそう。正面だけなんかな。ちょっと端から行くか。アイアンスピアっていうのを手に入れたけど、これ別に誰か装備できるやついないよね。ちょっとグラかけて。この特技のアースパンチさ、この浮いてるやつに効くかな？効かなさそうな気もするんだけど、地面から手生えてるもんな。まあ一応ぶん殴ってはいるのかもしんないけどさ、まあ、グラはただの地震攻撃だけどさ、どんなもんなん？っていうかアースパンチ右手でしてるよね。あのコンボを手から地面の中で、あれか、手から一回離してパンチしてんのか。で今そのアースパンチの動き注目してたせいでダメージ与えてたのかどうかを、あーちょ危ない、ダメージ与えてたかどうかを見ていない。OK。また同じやつらが出てきてくれた。まあ、アースパンチでしょう。まあ、敵の気づいてないとかって言ってるけど、もう普通にハイド使っちゃう。もうじきレベル上がるからな、って。あー、死んでもうたか。まあ、こいつらには普通にアースパンチ効いてるっていうか、17-18ダメージ、あれか、敵の守備力によってダメージ変わるか。たまたまあの渦井天元は MP が高かったからダメージ食らわんかったけど、俺落ちそう。神飾り、キララあたりが装備できるんじゃないの？はいはいはい。これどういう効果なの？しか装備できない。え、どういうこと？え、こいつはわざわざ脚力を失ったのか？いや、じゃあ代わりにバブ。いやいやいや、オートで装備してくんないの？どういうこと？なんで旅人の靴装備できないんだ？いや、装備できないキャラなのか、こいつ。装備してるもんな。いやもう何が何なのかよく分かんないんだけど、
あ、魔力上がってんだ。あー、魔力上がるんだったら魔力上げた方がいいわ。キララな、魔法キャラだからね。それは魔力上げた方がいいわ。で、おじさん気づいたらレベル上がってる。この状態で、この状態でいけるのが一番好ましい。あ、左に宝箱ある。いや、外観にも宝箱あったよな、今。で、今、状態が比較的いい状態だから、アースパンチぶちかまして、ただこれでもな、まあ、左のやつワンチャンうまく倒せればいいんだけど、左のやつにも30ダメージ入ってるよな。え、今何した？間違えて別の技使っちゃった。やらかしたな。うわ、もったいねえことした。これ死なねえだろ。うわー、下手こいた。バクを使っちゃったのか。やっちまったな。ちょっともう一回ハイド。いや、これで2体ぐらいは死んでほしい。一体も死なないってことはねえだろうよ。いや、少しずつ自利品になってきた。せっかくレベル上がったのに。んで、シータ。はいはい。これは普通に取って大丈夫なやつか。あ、解毒の指は、毒にならないとかな、そういう系？あー、ぽいな。まあやっぱ主人公につけておいた方がいいとは思うんだよね。はいはい、こういう感じで2つ装備できるとね。いや、今靴装備してないんだったらさ、あいつにも装備させてやった方がいいか。で、セーブポイントらしきものが一瞬チラッと見えたんだけど、まあボス戦があるんだろうな。で、グラかけて、で、解毒の指輪があるってことは、んー、まあ毒攻撃、まあ吹き矢野郎もいたもんね。毒の吹き矢使う不届き者もいたからさ、まああんな感じで、名前なんつったっけ、ドグマだっけ。まあそいつも毒を主体とする攻撃してくるんじゃねえかなとは思うんだけど。で、魔力の実、魔力の実あれか、 MP 回復。なんかサイの像みたいのが向かい合ってんね。で、まあ左側入るか。これも多分だけど、正面にあれがあると思うから、この取り方が正解だと思う。で、お前らか。あー、しまった。ちょっと回復しておいた方がよかったかな。いや、まあいっか。集中砲火が来ないことをお祈りするしかない。もうどうにか何事もなく無事に終わらせてくれ。分散しろ、分散してくれ、分散してくれよ。いや、多分だけど足は速いはず。ホスピ間に合うよな。よしよし、オッケーオッケーオッケー。いや、痛えって。いや、バブの打たれ要素な。HP 低いんだからよ、はぐれメタルみてえにカッチカチだって欲しかったぜ。鍋豚、割れ豚に鍋豚、なんか違うな、ちょっと違うわ。誰が装備できんだよ。もうバブあたり、バブも違う。違うか。キララはまさか装備できるわけないよな。うん、ないよね。
これ旅人の靴さ、結局誰が装備してるのかよくわかんないよね。もういいや旅人の靴何個持ってる状態かも結局よくわかんなくなっちゃってるし、でちょ全員回復するか。オッケー。で回り道をして、反対側なんだ、反対側さっき宝箱は見えなかったような気がするんだけど、あーでせっかくだからこれ使って、ただこれを使う前に死んでる可能性が高いんだよなこいつな。ハイドでくたばるだろう。くたばらない。あーってことは待て、逆にこれでザルドンが倒してくれるんだったらアースパンチが効くかどうかだよね。今度はちゃんと見るぞ。ゼロ。ああやっぱダメなんだ、冬タイプの敵だから地面攻撃完全に無効化すんだな。はいはい、お宝、ゴブリンの剣。これさ、おじさんすでに装備してるよな。いやゴブ剣はいいとして、でちょっと待って、回復はしなくてもいい。こっちは、あ、上に行く道ってここにしかなかったんだっけ。左へ宝箱あっただけだもんな。だからこう、こいつ取るじゃん。いやでも今までの逆パターンとかもあんのか、まあ、全部こっち側から攻めてったからさ、まあ、ワンチャン今まで通り目の前に龍鎖があるとは限らないみたいなさ、俺が今取ろうとしてる方向に龍鎖があるっていう可能性もなきにしもあらずと。行ってくれ。オッケー。切り裂きの爪、これも画廊か誰かが装備するやつだよね。まああの男はパーティーにいないからどうしようもできない。んで、いやまあ普通にぶん殴りで、まあ多少レベルも上がってるからおじさんの物理攻撃も敵に与えるダメージまあ増えてるよね。まあレベル上げなくても案外普通にどうにかなるかもしれない。まあレベル上げするつもりなかったけれども、まあ、ここでさ自然にレベルが上がる可能性があるから、ザルドンがやっぱ成長してるよね。さっきはホスピ1回分と同じ30ダメージしか与えられなかったけど、今32与えてるから少しはマシになってる。奥の方から声が聞こえる。セーブさせてくれるよな。ねぐふふ、あんたの言う通りにしてからオーラの玉を披露し、いいことばっかりな、グーフーフーフー。あんたの言う通り、誰と話してんだ。すべて私の言う通りにしていれば間違いないのよ、ドーグラ。グーフーフー、このオーラの玉から早くファックバギーを復活させて、シルドラの修復したいものだ。慌てないで、しばらく待ちなさい。今は侵入者を始末するのが先決でしょ。グーフーフーフー、あんたワクマもいいし美人だし、グーフー、どうだ、もう私の嫁にならないか。ビンタされるんじゃないか。フーフーフー、嬉しいけどあなたは今そんなことしてる時じゃないでしょ。グーフーフー、わかりました、わかりましたよ。この話はやつらをやっつけるからゆっくりするとしよう。あんたものんびり増やすんだから、俺は地域の侵入者でもやっつけてくれる。それはね、オーラの玉俺に預けてくれ。持ち逃げしそうじゃない。仕方ないわね、じゃああとは任せたわよ、ドグラ。なんかやってんな、なんかやってるけれども、時間もそろそろ、まあいい頃合いだから一旦この辺でセーブして終えるとしようかな。次回に続く。